元モーニング娘。でタレントの後藤真希さん、33が香ばしい。夫の A 氏と不倫相手 B 氏の間で不貞行為による損害賠償を引き起こしていることが今週発売の週刊文春で明らかになりました。慰謝料金額は330万円。芸能人なのに330万円で揉めてしまうのか、といささか A 氏の行動に首をかしげたくなるものの、これを受けて後藤真希はブログを更新。手書きの直筆書面で謝罪し、不倫関係があったことを認めました。また、自分の至らない行動によって、夫や子供を深く傷つけたこと、現在は、夫婦の関係を修復中であることを明かしました。不倫関係に至った原因とされる A 氏からの DV については、当時 A 氏と後藤真希の間で過度な喧嘩が繰り返されていたことがあったからと釈明。つまり、すべて後藤真希が悪かったということのようですが、なんか違和感しか覚えないのは筆者だけでしょうか。違和感1、330万円で妻のタレント生命を終わらせかねない夫との仲とは、夫である A 氏から不倫相手である B 氏への提訴は、週刊誌によるとそれだけ真希に対しての愛が強いのと、真男の B を許せなかったそうですと A 氏の友人の口から語られています。しかし本当に愛が強かったなら、タレント生命を終わらせる可能性の高い提訴行為を夫はするでしょうか。もちろん B 氏への怒りが収まらないのはわかります。そこは主張して叱るべきなのですが、妻の立場を脅かすほどの愛の強さってちょっと疑問。単純に怖くない気もします。違和感に DV 被害は本当に行き過ぎた喧嘩だったのか。今回 B 氏からの証拠として、後藤真希とのやりとりがいくつか提出されているそうです。そこでは、電話に出ないと、LINE スタンプが連打されることや、やることなすこと、事前にすべて報告しなくてはいけないことなどが赤裸々になっており、離婚を会社に報告したことを夫に切り出したら、精神的な罵声を浴びせられたことなども、紹介されているといいます。不倫中の既婚者側が離婚の話は進んでいるというアピールをするのはよくあることです。相手の気持ちをつなぎ止めておきたいから言ってしまう人間の弱さですが、とはいえ今回の後藤真希の発言がただのアピールだったのかは少し疑問が残ります。それは B 氏個人に言うだけではなく、 B 氏を含む友人とのグループ LINE でも発しているからです。通常離婚アピールを当人にするのはよくあることです。しかし友人など周りの人間にもアピールし始めると、いよいよ本気のフラグを感じ取るものです。それを見越してのアピールであるなら、後藤真希のしたたかさが露呈しているということになるでしょう。しかしなんとなくタレントとしての後藤真希の不器用さを見ているとそうではないような。後藤真希、今、どんな気持ちなんでしょうか。庶民感が漂う彼女の今後は、一番悪いのは、後藤真希。そして、B 氏。という事実は変わりません。しかし後藤真希の行動があまりに庶民的すぎて、個人的には、好感度も。豊洲のララポートでデート。映画館のカップルシートでイチャコラ。そして、アパホテルでの仰せ。一応元トップアイドルなのに、ガードが緩い。バレる相手が、夫か週刊誌かの問題でしかなかったような飽きの甘さです。こんな庶民的な不倫を、トップアイドルがしちゃうんだ、という感動すら覚えます。だからこそ、失敗を、きちんと謝罪し、袴田方式で復帰してほしいと思ったりするのです。気が早すぎますが、どうにも幸せになりきれない後藤真希。今どんな気持ちなのか聞いてみたいものですが、同じ苦言モーニング娘。
のメンバーだった矢口真理さん36の気持ちも聞いてみたい気がします。ちなみに本原稿執筆時にはまだ騒動には触れていません。スルーするのか、それともコメントするのでしょうか。ただ芸能界はこのくらいの温度感でいいと個人的には思う。清廉潔白なママタレは本当に必要なのか、最近少し疑問に思うのです。イラスト大島理恵。